はい、フリーレイトのいつか笑って過ごせるひまレで,です。ワークマンついに東京ガールズコレクションに参加。機能性は良いし、今後にも期待ということでやっていきたいと思い、ます。はい、ということでですね。まあ,あの、ワークマンと聞くと皆さんどういう印象を受けられますかね。まあ、ちょっと前まではね、まあ、職人向けで非常に機能性の良いもの、良い商品を提供してきたというイメージが僕にはあったワークマン。 ま,また、ね、そういう実績も非常に強いワークマンですけれどもまあなんとなくねプロ向けで一般人から遠い存在だったんですよねもともとはねしかし昨今のワークマンプラスであったりとかワークマン女子といった戦略が当たって一般人にも浸透してきていますでまああの2018年以降の,あの株価の上昇とかもあって、えー、知名度が、ね、どんどん上がってきたと 一般人の中でも、このワークマンっていう名前を聞いて、あ,あ服が売ってる店とか、あ靴が売ってる店みたいなね、えー、まあ,あの、普通の人が買い物に行こうかなっていうような場所になりつつあるわけですよね。で特に防水仕様のウェアなんかは、あの、スキーの上、スキーとかね、スノーボードのウェアを意識しているようなデザインのものも増えていて、まあ、あの、非常にあの、なんていうのかな、ファッショナブルというか、 えー、感じになってきてきいます、まあ、ちょっとね、その、普段ねあの、家の周りで着るとかにはちょっと派手かなっていう感じではあるんですけれども、まあ、スキーとかスノボーとかでね、あのー、スキー場とかで、ね、着る分には全然、あのー、違和感なく着れるような、えー、ものが増えてきているように感じます。えー、以前はね、中に入ると、このワークマンの中に入るとですね、作業着の人がいて、あのー、僕なんかはちょっと入りづらいかなっていう感じの、 場所でもあったんですけども、まあ最近はね、カップルの人とかも目立つようになっていますし、まあ普通におばちゃんとかがね、あの、靴買いに来てたりとか、<laughs> っていうような場所に、まああの、職人さんたちも来るんだけども、作業着姿の人たちも来るんだけれども、普通の人も入ってくるようになった。っていうのが今の、えー、ワークマンなのかなっていう感じですね。で、これがね、あの、ワークマンプラスだけじゃなくて、えー、普通のワークマン、中でも起こってるように私は感じています。なのでまあだいぶね、一般化してきたよねっていう。 話なんですね、ワークマンがね。で、そんなワークマンが、えー、ガールズコレクション、東京ガールズコレクションに参加することを発表しました。ね、ちょっとびっくりしたっていう人もいると思うんですけども、東京ガールズコレクションって実は2000 2008年からユニクロが参加していたりとか、2012年から島村が参加してたりとか、して今年2021年からワークマンが参加するみたいな感じで、まあ、あのー、 こういったね、その、比較的安めのブランドとかも普通に参加してくるような場所なんですよね、最近はね。で、島村なんかも昔はね、ちょっと奇抜なデザインが多くて、まあ、あの、これどこで着るんだよ、みたいなね、やつとかあったりもしたんですけれども、最近はかなり落ち着いた服の方が多くなってきているように感じます。あの、逆に奇抜な服とか探す方が難しいかなと。もちろんね、あの、コラボとかの商品とかで、これどこに着ていくんだよ、みたいな服あったりもしますけれども、まあ、基本的には普通の人が着れるような、 服がね多くなっていてい一般の人の人中にも入り込んで、きたとととといいううう感じなんですよねね島村かかユニクロとか、ね、そういうところも、ね、であのー、今やね、起業家とかね、まあ、あのー、取引のある社長さんとかも、まあ、取引あるじゃないですねと、喋ったことがあるような社長さんとかも、普通に島村を着てたりとか、普通にユニクロを着てたりっていうようなね、感じに、ちょ一昔前だったらね、ちょっと高めの服を着てたりとかっていう風になってたんですけれども、まあ、あの普通の服着てるよねっていう。 あのユニクロの服だよね、島村の服だよね、みたいな服をね、着たりするようになったと。まあ、あの、この辺っていうのはね、あの昔みたいに、ちょっとあの、安っぽいよねとかっていうのがなくなって、なんか非常に品質も良くなったんですね、島村にしてもユニクロにしてもね。まあ、あの、そんなね、えー、島村とかユニクロなんですけれども、今後はファッションブランド、こういった島村とかユニクロって言ったようなファッションブランドの中にも、ワークマンの旋風がやってきて、えー に飲み込んんでいいく可能性が高いんじゃないいかななっていうところなんですよねでなんでそういうことを言うのかっていうと、ワークマンの機能性って、まあもともと評価されてる部分も多くて、非常に使いやすいんですよね。まあ、あの、着ててもね、あったかいとか、涼しいとか、そういう機能、いろんな機能なものあるんですよね。まあユニクロとかしまむらとかも、あのー、ファイバーイートと、んファイバーイートじゃあれだな。んまあ、あのー、あったかい素材のね、あのー、 っと商品名が出てこなくなったんですけど、えー、とそういうの出ているというの。あるんですけどもワークマンの商品って、まあ、いろんな種類があるんですよ同じあったかいでもそのあったかさの質がちょっと違ったりとかね、まあ、あの中にアルミ加工がしていてあの魔法瓶効果と言われるような感じでねあったかくするものから繊維自体があの風を通しにくくてあったかいとかいろんなものがあるんですよね。その辺を考えるとあの 用途に合わせて結構使えたりするので、ワークマンって機能性って非常にいいと。軽かったりとかね、動きやすかったりとかもしますから。からすごい、すごいんですよね。もともと高いんですよね。そういうところがね。まあそもそもね、そういうあの職人さんとかのために作ってるものなので、非常にあの、いいものが多いというところにファッション性が加わっていけば、あの、もともと性能はいいので、機能性とか性能とかいいので、そこにファッション性が加わっていくと、ファッション業界の新しいリーダー、ニューリーダーとしてね、 新たなニューリーダーとして、え、君臨する可能性っていうのもあるのかな、というところですね。はい。非常にね、まあ、あのー、 まあ、あまりベタモムしすぎると、あの、お前は回し者かって言われそうですけれども、あの、ワークマンからね、現時点ではね、あの、特にあの、お金とかもらってないという感じではあるんですけれども、あの、ぜひね、あの、広告ください。違うか。<laughs> 違います、ね、<laughs> そうじゃない。そうじゃないですね。はい。えー、ワークマンさんね、えー、ぜひ私の方に、みたいな感じではあるんですけれども、まあ、あの、半分冗談ですけれどもね。はい。 で、えっと、まあ、個人的にはね、1000円以下で買える運動靴っていうのはかなりおすすめです。まあ、あの、インソールがね、ちょっと薄いっていうところが、あの、問題なんですけど、あの、難点なんですけども、別にね、豊富なインソールを、あのワークマンの中でね、取り揃えているので、ワークマンの中で買えるんですよ、インソール。しかも、なんかその、いろんな機能が付いてるね、インソールがあってあの、こういう人はこのインソールがいいですよ、みたいなのが、あの、選べるんですよね。 であの、こういう機能付きですとか、こういうのが付いてますと、まああの匂いがねあの、つきにくい素材であるとかね、冒険素材ですとか、あとは、あの釘とかを踏み抜かないようになっているようなものとかね、えー、いっぱい歩いても膝に負担がかかりづらいですよとか、長距離歩く向けとか、走る向けとか、いろんな、ね、インストールがあるんですよ。 ほんといろいろあって、まあ見てても楽しいんですけども、まあインストール見て楽しむ人ってあんまりいないかもしれないですけども、僕は楽しいんですよね。そういうのを見てるんでね。うん。まあ好きにカスタマイズできるのでいいよねっていうところなんですね。また、あ、これもね、まあ1000円ぐらいからありますし、まあ良いインストールをね、えー、買ったとしても、まああの靴と合わせてね、靴自体がね、あの980円とかなので運動靴が。あのー、4000円に収まるんですよね。 外が壊れてしまっても、インソールだけあの入れ替えることもできるので、非常に経済的であると。あの、普通の靴だと、インソールだけ脱ぐわけにいかないじゃないですか。もともとくっついてるものだとね。でも、その、外でから買ってきたもの、まあ、外ってか、あの、靴とは別に買ったものを入れてくるのであれば、靴がちょっとダメになってきたけど、インソール抜いたら使えるよね、みたいな。あるんですよね、やっぱりね。なので、まあ、非常に経済的なのかな、というふうに思います。 はい。まあ、あの、職業柄ですね、僕はあの結構、あのー、歩くことも多かったんですよね。特にコロナ前って結構歩いていて、まあ、あの、コロナがね、来てから、ちょっと歩く距離は減ったんですけども、多い時ときだと2万とかね、2万普通に超えてるみたいな感じで、まあ、整骨院の先生とかにね、ちょっと歩きすぎだよって体ボロボロだよとかって言われてたんですけども、うん。まあ、そんな頃だと、まあ、1ヶ月で、ね、履き潰してたんですよ。アシックスとかね、えー、の靴とかを、普通にアシックスのね、あの、5、6000円ぐらいの、 あの、靴とかを、あの、1ヶ月で履き潰すみたいな。もう下手したらなんか2週間ぐらいでぶっ潰したんですけどみたいなね。えー、状況になってたんですけども、ワークマンもね、あの、同じくらい、アシックスと同じくらい持つので、あのー、5、6000円でね、1ヶ月で履き潰してしまうとちょっとあのー、きついんですけど、まあ、 980円とかだったらね。まあいいかなっていう感じがあって、まアシックスとね、ワークマンを、の靴を併用して使ってました。最近はね、あの、歩く距離が減ったので、まあ、アシックスの靴を履いてることが多いんですけども、まあ一応併用はしてます。両方持ってます。はい。<laughs> そんな感じでね、まあ、あの、ワークマンの靴って、まあ、あの、<laughs> いいんですよね、結構ね。安いし、まあ、丈夫は丈夫だし、うん。下手したらアシックスの靴で長持ちしますからね。<laughs> あのー、こういうこと言うとアシックスさんが怒られそうな気もしますけれどもね。はい。 まあ、あの、僕はね、両方使ってます。その、用途に合わせてね、やっぱりあの、なんていうのかな、アシックスの方がブランド力というか、まあ、あの、アシックスだよねってわかると。ワークマンだと、どこの靴履いてんだろう、この人みたいなのもあるので、その TPO に合わせるというかね、まあ、あの、本当にあの、TPO に合わせようと思って場所によっては、あの、革靴とかもあるんですけれども、まあ、そういうとこ、革靴履いていくようなところにね、アシックス履いていったりとか、そういうバカなことはしないですけれどもね。うん、まあ、あの、その、 場所場所に合わせてね、そのアシックスの方が今回いいかなとか、ワークマンの方が今回いいかな、みたいな感じで履き替えたいでました。で、まあ、あと、あとね、まあ、ワークマンの場合は、その、機能性の高い靴が多くて、他にもね、その、980円の、えー、運動靴だけじゃなくて、その、例えばその、滑り止めがついててね、水濡れてる場所でも滑らないとか、えー、濡れても大丈夫な靴とか、ちょっと硬めの靴とかね、その、なんだろう、 危険なものがいろいろ散らばってるとか歩くとかね、まあ、職業柄で、ね、まあ、フリーのライターなので、いろんな場所に行くもので、あの枠、ー、もの靴っていろいろあると便利なんですね。うん。まあねあのー、作業靴とかね、さすがにいらないので買ってないですけれども、うん。<laughs> ちょっとあの踏み抜いても大丈夫な靴とかっていうのがねあるとね便利っていう、うん。あの足底が硬いって足底にあの 鉄が入ってるとかね。そういうのって、あの、プロ仕様のね、本当にいいもの買おうと思うと、まあ、すごい高かったりするんですけども、まあ、ワークマンの靴でも十分使えるんですよね。特に僕の場合は、あのー、頻繁に使うわけじゃないので、あの、その時履ければいいんでね。<laughs> という形なのでね、非常にワークマンは重宝させていただいていました。なんかワークマン褒め配信みたいになっちゃってますけれども、まあそんな感じでね、えー、今後ワークマンっていうのは、あの、ユニクロとか島村とかにね、成り代わってというか、まあもともと機能性がいいので、そもそも性能のいいものを売ってる。良いものを安くで売った。 ところが、えー、そこにファッション性が加わっていくと、まあこれ最強になるんじゃないのっていうところもあると思うので、えー、今後ね、えー、まあこの東京ガールズコレクションに参加したことを、えー、弾みにして、えー、どんどんと、えー、ファッション業界に、えー、戦風を巻き起こしていく可能性があるっていうのが、このワークマンなのかなと。ワークマンが戦風を巻き起こすことによって、またね、ひまむらとかユニクロとかも、もっと性能のいいものを作ったりとか、それをちょっと安くで提供したりとかっていうところでね、えー、どんどんと良い,い価格反応が起きていく可能性というのもあるので、非常にね、 このワークマンというのが、このファッション業界にね、殴り込みをかけるという言い方が正しいか分かりませんけれども、進出してくるというところっていうのは、私すごく期待しています。特にワークマンもね、今後はあのいろんなものを作っていくとね、ワークマンの商品自体も良くなるし、えー、島村とかね、ユニクロとかももっといいものを作ってくれるかもしれないし、そういうところでね、えー、切磋琢磨して、頑張っていただけるとね、えー、 消費者として、えー、非常に、ね、いいのかなというふうに思っております。以上になります。えー、よろしければね、チャンネル登録していってください。そしてね、いいねを押していただけるとね、えー、励みになりますのでね、ぜひいいねを押し,て押していっていただけると嬉しいです。以上になります。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まネで,でした。